はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、大谷翔平の、賭博疑惑に関する話題になります。3月26日火曜日、時刻は9時32分です、ね。まず元気なおじいのね、思うことをちょっと先に言います。元気なおじいが、予想した通りのもう 100% そのままの内容だったでしょう、ね。これが当たり前なんです、ね。こうするしかないんです、なので、つまり大谷翔平は独断で行動はできないし、その指示されたコマでしか動くことができない、ね。だからその大谷翔平本人のことなんだけれども、その関わってるものが大きすぎる、そして今いる立場が大きすぎるっていうのと、やっぱり関わってるその1000億プレイヤーとして、やっぱドジャースの一員であるから、そこに大きく絡んでる。そして、やっぱりそれに対して丸く収めるための弁護士危機管理とかがついている。で、うかつなことは言えない。で、インスタントで作ったことに対して、まだいろんな上げ足突っ込まれるかもしれない、墓穴を掘るかもしれない、だから何も言えない。で、逃げ言葉はもうね、捜査だから、事件から引き渡すつもりだからね、だから何も言えない、捜査上の、これよく逃げ言葉あるよね、日本でも同じだよね。事件だから全て、ね、捜査にお任せしている、私から何も言えることはないっていう、あのやり方、逃げ方なので、まだその 前の段階なので、どういった状況なのかを明らかにしてもいいんではないかなと思うんだけど、結局大谷翔平の危機管理の作ったストーリーを、要は危機管理が発表した、でそれをそのまま用意されたメモをただ棒読みちゃんのごとく、ね、読み上げ記者会見するだけで、質疑応答は一切なし、ね。だからこの一番の内容っていうのは、この送金の詳細は闇の中、詳細といったってそんなにこと細かいことを追求してるわけではない、ね。なぜその、限度が50万ドルだとして、それを複数回、要は9回送金を行っている。で、残高がなくなったではなくて減っているっていうね、その内容があるけども、そういう内容には一切触れていない。そしてなぜ水原一平がその捜査をすることができたのか、結局セキュリティの問題が二重三重にあるわけだから、なぜそれを突破することができたのか、ね。で、そこのところが要はキーポイントなわけで、結局捜査に任せるにしても任せないにしても、その記録が残ってるわけなんだよね。要は自分名義の口座から要は支払っているものが、要は違法賭博の、ね、元締めを調べていたら大谷翔平の名前が出てきた、口座が出てきたということで、そこから発覚しているお話なんで、じゃあそのいまだに口座の内容が僕見たことないからわからないんだっていうわけではないでしょう。だからその今情報出たように、じゃあいついつにどれぐらいの間隔でいついつにどれぐらい送金した、例えば一つの情報では2回に分けて、ね、送金している、もう一つは9回に分けて、ね、何ヶ月かに分けてっていうのが、水原氏の発表だったけども、それのどっちなんだっていうね、要は真実は一つなわけなんだよ。だからそれはどっちなのか、それだけを言うだけでかなり違う。それはそのストーリーではなくて、そのもう変えられない事実なわけだよね。もう捜査上に出てきて変更のしようがないことなので、そのこういう形で、要は詐欺なんだったら詐欺られたんだ、盗まれたんだっていうね、そこの内容を
わないと。それだから彼が勝手にやっていたんだ、どういう時に当てたんだ、許可がね、なしに当てたんだ、じゃあなんでそれができたんだ、じゃあどういう時に、できたんだ、じゃあそれをね、アクセスできるように権利を持たしていたのか持たしていなかったのか、ね、じゃあどういう状況の時にやったのか、じゃあパソコンを、要は留守の時にやったのか、侵入していったのか、じゃあそんなに長い時間送金をやるような時間、そんなに一緒にいなかったっていうね、何なのかっていうね、不思議なんだよ。とにかく一番の疑惑、送金詳細が闇の中になっているね。で、失業等を一切受け付けないっていうね、これは何のための記者会見なんだろうっていう。だから本当に今まで出た声明文、その大谷氏の危機管理が慌ててね、出したもので、それが要はなんていうの、この全てをコントロールしている、ね、例えば記事にするなとかっていうね、そういうのも全部コントロールしている。これはね、どう丸く収めるのか、でそこが一番のキーポイントなわけで、要は捜査をしていく上で、要は元締めね、そこの違法賭博の捜査なわけだから、ターゲットはそこなわけで、要はどっちにしてもこっち側はそんな問題ではない。ただ窃盗だとすると大きな事件になる。で、最初言ったように、助けてあげるよっていう内容だったら窃盗ではない。だから何かがこの賭博に引っかかるとしても、知っていた知らなかったで大きく変わるけども、ちっちゃなペナルティで済む。ただ今回はこれを決定してしまったわけなんで、で党の方に雲隠れで、そんなに緻密に雲隠れできる知恵を持ってるわけがない。要はお金もかかるし、そういう逃がし屋さんでない限り、そんなにあっさと残さずにうまく逃げれるわけがない、ね、そこまでの思想的なものを準備できてるわけがない。本当あのタイミング、あの時間でそこまでのものができるわけがない。それができるとしたら大谷翔平側の、ね、要は弁護士なり危機管理なりが、ね、要は内容変更させて、とにかくこのルート、ここに任せちゃうから、このルートでこうやってっていう、ね、なんか識別とかなんかつけたかもしれないし、まあ、とにかくその今出てこられては困るっていうね、まあ、そういう状態でやったんじゃないかっていう疑いの目で見られても仕方がないじゃん、結局。で、タイミング的に遅いんだよね、とにかく遅い。これをするのが遅い、スピードは正義の表れ。だから真実を語るんだったら、今回の一番重要な項目を喋らないにしても、それをすぐに行うべきだったっていうね。だ、ことの発端はね、韓国だか、どこだっけ、そっちにいた時の話で、で戻ってきて今の開幕するまでに時間があるんだから、事実なんだったら、そこの段階でパンってできたわけなんで、ね、しかもたったこんだけの軽い内容なんで、なんでここまで引っ張りしようがあったんだろうって、ね、そこが逆に疑惑を生んだんじゃないかなって思うよね。ただメディアがどうコントロールするかのお話なんで、結局大谷翔平自身の口から僕は知らなかったっつって言うと、そうだよね、翔平ちゃん、やっぱ信じられないけどね、被害だったんだね、かわいそうにってことで、まあ、そういうとこ丸く空気を収める。で、そこの報道も協力をすれば、そっちの方向に動くっていう。ただ本当に今いろんな方向から見ると、いや、水谷一平氏は結構責任感もあったし、仕事はすごい熱心でやってたしっていう、
そういう内容も反面出てきてるので、本当に信じられないっていうね、そういう内容も出てきているので、本当にあれなんだよね、あの他のものまで肉付けしながら、あの一平ちゃんすごいボコボコに叩いてる最中だけども、うん、ちょっとなんかね裏があると思う、おじいはね。はい、まあ、そんなわけで、まあ、内容は全てなんだけども、まあ、記録としてね、ちょっと斜め読みで、ね、いきたいと思います。会見全文、大谷翔平、水原通訳の違法賭博に初めてコメント、質疑応答なし。彼が口座からお金を盗み、皆に嘘をついていた。ね、本当、日本時間の7時くらいだよね、朝っぱらだよね。試合前に声明、信頼していた方の過ちは悲しくショック。ドジャースの大谷投手は25日、ね、日本時間26日、まあ、長く専属通訳を務めた水原一平氏が違法賭博に関与したとされる問題について声明を発表した。水原氏が大谷の資金を盗用した疑いで解雇された20日以降、この問題について初めて口を開いた。本拠地ドジャースタジアムで行われるエンジェルス戦の試合前にメモを日本語で読み上げられる形で行われ、全部は次の通りで、まあ、すぐに解雇されたんだけれども、うん、これが果たして良かったのかどうなのか、まあ、あの結果としてはまだこれから調査で疑いしかないのに、その結論をピシャッとね、判断してしまう。この、まあ、ドジャースの方はどこまで情報を握っていたのかっていう、まあ、そこでピシャッとこう決めたっていう、ここのところも、うん、何か不思議だよねっていう。で、本来だったら何かの疑いがあったら、それが白黒はっきりするまではあの処分ね、まあ、解雇の処分ではなくて、禁止なりなんなりね、とりあえず何かの処分で、解雇ではなくて、処分をして、とりあえずあの保留にしておくっていうね、そこのところでないとなんか不思議だなっていう、この段階で即解雇っていうのもちょっと不思議だなっていうのもあるのと、だってあの本当におかしたことだらけなんだよ。で、あとは残すことによって、その解雇されていなければドジャースのね、まだ指揮があるので、同時記者会見を行うこともできる、ね、なので本当にね、これっておかしな話なんだよ、めちゃめちゃ。だ本当にその臭いものに蓋をするではなくて、即座に排除してっていうね、このドジャース側のこの即対応っていうのもちょっと引っかかるかなっていう。これ皆さん引っかからない？あのいろんな、まあ、お相撲にしたって、あの日本の野球にしたって、サッカーにしてもそうだけど、このパターンってある？なんかがあの疑い疑惑が出てきた、でこれは短時間でピシャンとあの即解雇っていう、あの勝者も何も なしに、あのここまでやるっておかしいと思わない？おじいはなんかね、ここに不自然さを感じるんだよ。だやっぱりこのドジャースの存在が大きいので、すごいなんかね闇を感じる、おじいは。でもそう思わない人たちも多いとは思うけど、おじいはすごい引っかかる。なんでなんだろう、 いろんな事件のあれがあっても、今疑惑の内容にあるわけじゃん。で本人しか知れないこと、大谷しか知れないことで、あの当時ロッカールームで言っても大谷はよく分からなくて、後でホテルに行って知ったってことだから、時系列から言うとおかしいんだよ。あのもうその時にはもう解雇されてる、解雇なんだから、ね、だからおかしいんだよ、時系列から言うとおかしいんだよ、これがめちゃめちゃおかしいんだよ。でまず皆さんに来ていただいてありがとうございます。僕も話したかったので嬉しく思いますし、チームの関係者、僕自身もそうですが、ファンの皆さんもここ1週間くらい、メディアの皆さんも含めて、我慢とご理解をいただいたのはすごくありがたいと思ってます。まず僕自身も信頼していた方の過ちというのは悲しくショックですし、今はそういうふうに感じています。
現在進行中の捜査でもありますので、今日話せることに限りがあるというのをご理解していただきたい。要はまだ準備ができていない、ね、まだファイナンシャルに投げていない、シナリオはね。今日ここに詳細をまとめた、分かりやすく皆さんにお伝えするためのメモがありましたので、何があったのかをまず説明させていただきたい。で、なんでそのメモで読み上げになるのか、何について何についてっていうのを、その時のその言葉ではダメなのかっていうね。まずはじめに僕自身は何かにかけたり、誰かに代わってスポーツイベントにかけたり、それを頼んだりすることということもないですし、僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したことももちろん全くありません。数日前まで彼がそういうことをしていたというのも全く知りませんでした。結論から言うと、彼が僕の口座からお金を盗んで、なおかつ皆に嘘をついていたというのが結論。まずはじめに言うと、先週末、韓国ですね、僕の代理人に対してメディアの方から、違法のブックメーカーに僕が関与しているのではないかという連絡がありました。で、一平さんはこういった取材の依頼があるということを僕に話していなかったし、僕の方にそういった連絡が来ていなかったということ。代理人は僕と話して分かったのは、一平さんにではなく某友人の肩代わりの借金として支払ったと僕の代理人を含めみんなに話していた。で、問題をしたのは韓国での、ね、開幕選手旅行。翌日さらに一平さんは僕の代理人に対して、借金は一平さんの自身が作ったものだと説明しました。それを僕大谷が肩代わりしたという話をその時に代理人に話したそうです。これらは全く全てが嘘だったということです。一平さんは取材以来のことを僕にはもちろん伝えていなかったですし、代理人に対しても僕はすでに彼と話してコミュニケーションを取っていたと嘘をついていました。チームにも僕とコミュニケーションを取っていたと嘘をついていました。僕はこのギャンブルに関して問題を初めて知ったのは、韓国の第一戦が終わった後のチームミーティングです。そのミーティングで彼は英語で全て話していたので、僕に通訳はついておらず、完全には理解できていなくて、なんとなくこういう内容だろうなと理解していましたが、なんとなく違和感も感じていました。で、このなんとなくこういう内容だろうなと理解していたっていうのは、どんな内容だったんだ、どんな内容だったんだ、そこに違和感を感じるぞ。で、彼は僕に対してホテルに帰った後で、二人でより詳しいことを話したいので、今は待ってくれと、その時はホテルまで待つことにしていました。一平さんがその時にミーティングの時にギャンブル依存症だと知らなかったし、彼が借金をしていることはもちろん知りませんでした。彼の借金返済に同意していませんし、ブックメーカーに対して送金をしてくれと頼んだことも許可したことももちろんないです。試合後ホテルに戻って一平さんと初めて話をして、彼に巨額の借金があることを正直知りました。彼は正直僕の口座に勝手にアクセスし、ブックメーカーに送金してたと僕に伝えました。で、ここのところがなぜできたのかっていうね、そこのところをちょっとだけ、1分以内で済むでしょ、そんなのね。そこを話してほしかったんだよね。正直職という言葉が正しいかわからない。僕はやっぱりこれはおかしいなと思い、代理人たちを呼んでそこで話し合いました。話が終わって代理人も彼に嘘をつかれていたと初めて知り、ドジャースの皆さんと弁護士に連絡しました。彼らも初めて嘘をつかれていたとその時に知りました。弁護士の人からは窃盗と詐欺で警察と当局に引き渡すと話されました。でも話の流れから言うと、そこのロッカールームのミーティングのこれ話の後になるけど、ロッカールームのミーティングのところでそれを皆さんに話して、だってドジャースの上の、ね、人も来ていて、もうそこでこういうことがあったから解雇だよっていうのを決まってるわけだから、時系列から言うとおかしいんだよね、これね。本当これがそこまでの流れ。僕はもちろんスポーツ賭博に関与していないですし、送金をしていた事実は全くありません。正直ショックという言葉が正しいと思わないですし、それ以上のうまい言葉では表せないような感覚で1週間過ごしてきた。うまく言葉にするのは難しいなと思っています、ね、だって危機管理と弁護士が一生懸命考えたストーリーだからかもしれないね、1週間かけて。ただシーズンも本格的にスタートするので、ここからは弁護士の方にお任せしますし、僕自身も警察当局に全面的に協力したいと思う。
気持ちを切り替えるのは難しいですが、シーズンに向けてまたスタートしたいですし、お話しできてよかったと思っている。今日は質疑応答はこれがお話しできる全てなので質疑応答はしませんが、これからさらに進んでいくと思います。以上です。ありがとうございました、ね、ということで、おじいは納得できない内容だなと思うんだけど、でもいろんな日本の記事メディアの書き方はこれで、大谷翔平の本人の口からこの内容が出てきたので、まあ、ファンはみんなこれで安心するでしょう。で、まあ、正式に大谷翔平は巨額のお金を嘘をつかれて、知らないところで勝手に盗まれていた被害者なんだっていうね、うん、翔平さん私たちは信じていたよ、やっぱ被害者だったんだ、一平ちゃんなんてひどいことしたの、すごくいい人だったのに信じられない、ここで丸く収まるんです。それはね、これでよかったのかな、この内容。本当にすっきりしない、めちゃめちゃすっきりしない。あの電話の取材にも応じて、ロッカールームでも話して、で即座に切って海に放つこの流れ、これが今までおじいが生きてきた人生の中でいろんな事件見てきたけど、このスピードのこの流れっていうのが今まで見たことがない、すごい違和感を感じるんだけど、でもやっぱり時間をかけてのストーリーがあるわけで、で一つの結論から言うと、大谷翔平はあの、まあ、悪いことをしていないよね。でものすごくあのピュアで、ね、本当にあの気持ちが純粋で本当にいいやつで、そこにつけ込むっていうのは悪いやつなんだけど、でもその最低限のなんか危機管理をしていないっていうのと常識知らずっていう、日本でもあるよね、うん、だから野球しか知らない、僕はサッカーしか知らない、僕はお相撲しか知らないとか、でそれしか知らないっていう、うん、だそういう人たちって、まあ、活躍すればそのあとね、まあ、ちゃんこ屋をやるなりラーメン屋やるなりなんかね居酒屋やるなりってすれば、まあ、あのずっとね、まあ食べていくことはできる。で活躍できなかった名が売れてない選手たちが、ね、野球で言えば例えば二軍のまま終わったとかね、二軍にも上がれないで終わったとか、まあ、お相撲もね幕内張れなかったとか、そういう人たちの運命って子供の頃からそういったものしかやってなくて挫折した場合って、じゃあ社会に出て何の役に立つんだろうっていう、じゃあ野球しか知らない人が社会で知名度がなくて何の仕事ができるんだろう、何にも世間の常識ないんだよね。だからあの芸能人なんかもそうじゃん、子役からずっと常識知らないで周りの人が付き人がついてあだこうだやってくれた人が自分自身で何にもできない、ね、じゃあ社会に出てなあの芸能界を出されてじゃあ何ができるんだろうとか、そういう人たちってやっぱいっぱいいるんだよ。だから本当に活躍しないと野球とかサッカーとかさお相撲とかっていうのは何に役に立つんだろうっていう、まだあのお相撲とか力を使ってるね、あのプロレスラーとかさ格闘技とかああいうのはまだほらあの警備員とかさ、ね、体張れるから、まあ、そういう仕事が、ね、体を使った仕事ができるけど、体を使わないし人たちってあの何も社会の中で生かせるものってないじゃん、知名度がないと。
まあ、あのそういったことで、ね、とにかく大谷翔平もそういったうちの一人なのかもしれないし、最低限の、まあ、常識と危機管理ぐらいは、まあ、いつも周りについている人たちがっていうか何かしら教えなかったのかなっていう、そこに疑問があるんだよ。いろんなことがあるし、でおじがいつも言ってるように、いろんな詐欺っていうのはまさかこの人が、ね、ですごくいい人なのに、ね、いやそのパターンしかないんだよ。それ以外のものはないんだよ、あの騙しとか詐欺っていうのは。だからあのおじみたいにね、悪いやつ、ね、見た目も悪いし根性も腐ってるやつがね、あのに騙されるってことはないんだよ。おじみたいにこんな悪いやつに騙されるもんかってね、みんな構えるでしょ。でもこの人に限ってっていうのにやっぱなっちゃうんだよ、ね、だ世の中みんなおじみたいになれば、騙そうと思ってもみんな構えて騙せないからで、だから一平さんみたいにああいう感じね、見た目もおじいと真逆だしね、でおじいと違って仕事熱心だしね、おじいと違って人も良さそうだし穏やかだしね、だから本当そういう人に限ってね、何かやってしまうんだよって言ってもね。だからそのどんなに親しいとかどんなにいい人に見えても、その境界線っていうのは絶対に作っておかなければいけないっていうのがあるんだよ、社会の中ではね。でやっぱ我々というかおじいもすごい学んだことっていうのは、やっぱり人間関係とか、特にこういう配信なんかこういうのをやってると、やっぱりその境界線っていうのをしっかりと設けていないと、すごいトラブルが多い、めちゃめちゃ多い、びっくりするほど多い。でおじいもそうなんだねって言いながらね、いろんなのを見てきたけれども、本当におじいの身にもそういったものが及んできて、いっぱい本当だってね、こういう世界なんだってね、まあ、そういうのが当たり前なんで、ね、まあ、だからやっぱり自己防衛、ね、全てのことから自己防衛と境界線を設けるっていうことはね、大切なんだっていうことを学んだね、本当この10年ちょっとの間にものすごく学んだね、さらに。で、まあ、大谷翔平みたいに、ね、活躍してお金持ちになると悪いやつはいっぱい朽ちてくるわけだし、でそこの悪いやつが周りに寄ってくるだけでなくて、大谷翔平の、ま、周りから、ね、その周りについてる虫を攻めてってっていうね、うん、周りから、ね、これを崩したら、じゃあここから崩してガラッと落としてやるとかさ、みんなほらゲームとかこう落としてポロンって取るやつもみんな考えながらやってるでしょ。だから悪いやつってそうやって考えるから、本当で一平さんのギャンブルがっていうのはまた お父ちゃんのコメントまで出てきてっていうね、本当にメディアのやり方っていうのはすげえなと思うけど、本当に一族をボロボロにしていく、破壊していく、ね、人間のやることではないなと思うんだけど、でも今までのギャンブルは依存していたとしても事件を起こしていなかった。あくまでもエンジェルス時代にやっぱ関わっていたところから、しかもあっちに行ってからそういう賭博っていうものが、まあ、できる地域なん でそこのところで、だそのきっかけっていうのも絶対にエンジェルス時代のね、やっぱ関係から引き込まれたっていうね、そういったものがあるんだろうからね。おじいは一平ちゃん自身も
被害者であると思ってる一平ちゃんあの狙われてる、狙われたんじゃないかってね、うん、やっぱそう見てる人もねいると思うよ本当に。でなければその知っていた知らないとかこういろんな常識もあるわけで、周りの人も何か言うわけで、この違法な賭博っていうのは合法的な賭博と明らかにその全く違うわけじゃん。でそこにいる人たちも認識がちゃんとできてるわけだし、そういったものをね全く知らなかった、あの一平ちゃんが全く知らなかったのがどうなのかっていうね、まあ、そこのところもキーポイントになるとは思うよ。でも誰もそこのところを気にして考える人っていないでしょう。だ本当ね、もっとこう広い視野を持って全体的に考える問題ではないかなと思うけど、でもやっぱりターゲットは1億プレイヤーの大谷翔平に注目されてるからね、どうでもいいんだよね、メディアのネタ的にはそんなものはどうでもいいし、やっぱり記事っていうのはそういうもんだよね。まあなんかねちょっと切なさを覚えるけどね、おじいとしては。まあ、今回の会見はどうせ、ね、準備されたものしか言わないよっていうね、重要なことは出てこないよっていうおじいの予想がもう 15% そのまま的中だったでしょ、ね、だこの記者会見が何の意味があったか皆さん見ていて何かプラスアルファでも、ね、あの情報が得られると思ったでしょ、でも何も得られなかったでしょ、ね、もうこういうストーリーなんです、みんな同じです。はい、そんなわけで、まあ、がっかりの記者会見でしたということで、でも分かってたことだけど、これをやったことによって何が変わるんだろう、何も変わらないと思ってたね、ただあのテレビは、ね、メディアはネタが増えるんで、まあ、今日も明日もこの話題の特集なんだろうね、きっとね。平和だね、こうやって言ってる今もね、尖閣諸島の周りとかね、中国船がボン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 やってきてはね、あの海上保安庁とね、あの自衛隊が一生懸命頑張ってね、攻防を繰り広げてる中、日本は平和だね、とね。はい、終わります。じゃあね、バイバイ。